どうも、なおちんです。大の大冒険をやっていきます。よろしくお願いします。ついに記憶の神殿の最下層21階まで到着しました。これ素の能力を上げてこないとかなりきついんですよね。で、19階、20階ぐらいからもうとんでもなくきつくって、いつ死んでもおかしくない状態でした。で、これやられるとアイテムが全部なくなるっていうのがきついっすよね。まあ、とりあえず21回行けるかどうかわかんないですけども、行きましょう。まあ、雑魚戦だったらね、全然行けるんですよ。雑魚戦だったら余裕。問題は、ボスが出てきたときどうしようかっていうところ。まあ、最後だから、ちょっとボス戦はちょっと控えながら、行こうかな。で、使うキャラは俺ね、ポップ使ってます。ポップで、遠距離から魔法を打ちまくるような感じで、支援していくだね。で、必殺技が溜まったら一撃必殺の、メドーアでとどめを刺す。まあとどめさせないんだけどね、もう17回ぐらいのボスからメドローは一発じゃ倒せなくなってる。99,999 ダメージ出るんですけど、それでね、倒れない。やばい強さです。OK。まあまあ、とりあえず、ここはいけそうだね。OK。なかなか緊張感がある。ほんとやられたら終わりだからね。これでいい。よしよしよし、こういうのでね。時間を取っていきたい。残り4だから残り3。うわー、ボスが来るな。次ボスが来るな。これ何だったっけ、魔法力が 100%。 一応持っとけ。一応持っとったがいいよ。で、ここのボスをクリアしたら、このピンクと青か。なるほど。このピンクと青までいけるのか。頑張りましょう。基本的にね、防御をたくさん取っていくと、行きやすいかなと思います。うわぁ。いるな、あいつ。OK。1体なら全然いいのよ。1体なら全然いける。問題は、ボスがね、2体同時に出てきたときが、どうしようもなくなるときがある。OK、OK。1体だったら全然いけるよ。よし。これは、まあ、とりあえず、まずは、雑魚から、沈めていこうか。これ、実質もう魔法打ち放題だもんね。OK。もう、さすがに、この回ぐらいになると雑魚からの攻撃もまあまあまあそこそこ痛い。でもね、ステータスの防御系をねしっかり上げたことによってそこそこ耐えれる。あ、ミスった。とりあえず雑魚をね倒す。 OK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 。いいね、魔法力アップしてるから。でもこれすぐ切れるんだ。いけそう、いけそう、これいけそう。おい、近づくな近づくな。これね、魔法がね、今ねヒャダルコとメラミとベジラマ入れてるんだけども、ベタン入れた方がいいかなと思うんですよね。まあそこはちょっとおいおい見ながらやっていきましょう。でメドローは打てばもう勝てるんだけども、もしかしたらもう一体出る可能性があるのでそこに取っておきます。 OK。 これもうこのね1対1で遠距離を取ってしまえばもう必勝パターンだね。 OK。 コンピューターがね結構強いのよ。だいたい避けてくれるし、いい感じに攻撃入れてくれるんで、
オッケー。危ねえ。これね、薬草もある程度取っていった方がいいよね。よし、オッケー。ブレイクできる。やばい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 。危ねえよ。あ、なるほど。その状態になってんのね。オッケー、もうちょい。魔法のクールタイムを短くする装備を多めにつけたらどうなんだろうね。結構強くなりそうな気はするけども。よし、オッケー。あ、まだこれ出る、まだ出る、まだ出る。頼む、1体。あ、違う、クリアした、クリアした、クリアした。実に素晴らしいものだ。なんかボス出てくる？我の記憶にも初めて刻まれたものばかりだったぞ。なればこそ、我からそなたらに最後の試練を。これやばい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 ぞ。次に出てくるのはそなたらの記憶ではない。何何何？この世界で最も強いものの記憶を具現化したものと。なんだそれ、誰だ？そなたらが避けることのできない戦いの運命が具現化したものと対峙することになるだろう。怖っ。さあ挑戦をするのだ。そして新たなる記憶を作り上げるのだ。これさ、で次が最後ってことね。きつそうきつそう。これが本当のラスボスか。そうか。でも全員、あ、ちょっと待って、マームちょっと回復しとけ。ヒュンケル、かかって。よし、先生、行くよ、堂々と勝負よ。一応フル、ほぼフルぐらいにしとこう。任せとけって。よし、次だ。で、どうしよう。まずヒュンケルが、任せておけ。え、何もいないぞ。え、バーンだ。ヨガバーン。え、マジか。ダイマイカイザーフェニックス撃ってくると。え、嘘でしょ嘘。マジでか。とりあえず最初から全力で入れていきましょう。で、台に変わって、減らせる。ちょっと待って、これ俺に任せて。難しい。この中に体を休めて。あぶね。負けるもんか。くらえ。オッケー。ダメか。ちょっと待て。これむずい。よし、ちょっと待て、トップン変わって。むずっ。もうメドロワー入れるしかないよ。出た、カイザーフェニックス。はい、危ない。ちょっと待て。わかったら。待て、なんかシューティングゲームになってる。待て、ここで入れれるんじゃない。入れれるよね。よし、よし、来た。マクか。倒した。次出てこない。いけた。いけました。倒せた。バーン倒せた。で、あ、終わりか。わー、やった。でもそんなにいいのは置いてないけど、まあまあ一応全部購入はしときますか。
なるほど。で、これで終わりってことですね。はい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 。はい、ということで今日は記憶の神殿をすべてクリアしました。ラストにはまさかのあいつが出てきましたね。これメドローはなかったら無理だったと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。